しません。式のような歴史書を作成する構想は、司馬遷の父司馬談がすでに持っていた。だが、司馬談は自らの歴史書を完成させる前に奮死した。司馬遷は父の遺言を受けて、式の作成を継続する。紀元前99年に司馬遷は、郷土に投稿した友人の李良を弁護したゆえに武帝の怒りを買い、獄に繋がれ、翌年に兄と殺せられる。この際、獄中にて、古代の偉人の生き方を顧みて、自分もしっかりとした歴史書を作り上げようと決意した。紀元前97年に出獄後は、執筆に専念する。結果紀元前91年頃に、式が成立した。式は司馬遷の娘に託され、武帝の逆鱗に触れるような記述があるために隠されることになり、千帝の代になり司馬遷の孫の楊が広めたという。司馬遷が叙述をしなかった三すべらぎ時代について書かれた、三すべらぎアート、上は、諸子次第に司馬定が加筆したものである。本文の信頼性。現存する、式の官本は南宋の慶元2年、1196年のものが最古であり、これが司馬遷の原作にどの程度忠実かは大きな問題である。諸子次第の作である、三すべらぎやは別にしても、ふと近し工事所に言う、金城屋が今の、式には見えず、代わりに、高志竹本記があるが、これが後世の補作であることは明らかである。それ以外の巻にも司馬遷が使ったはずのない、高志部、武帝の語が散見する。それどころか、剣元以来校舎年表、外籍予科、三王予科、九原科生列伝には明らでまで言及されている。特に、環境以来正倉年表は司馬遷のずっと後の大鳥科元年、紀元前20年まで記している。また、あちこちに、先生越として正孫の言葉を載せている。官女司馬遷伝によると、半方の見た、式は130巻のうち10巻は題だけで本文がなかった。現行本は130巻全部が揃っているので、五巻以降に誰かが補ったということになる。長安によると、欠けていたのは、高志敬や、高志竹本記、霊書、楽書、兵書、環境以来正倉年表伝三王予科、日社列伝、亀作列伝、伏茂列伝であるという。式府と近し工事所の作員は、このうち兵書は補われず、代わりに律書を加えたとする。思想的背景。式に貫かれている思想は、
天皇是可否可であると言われている。天の道、すなわちこの世に行われるべき正しき道が本当に存在しているのかどうかということである。例えば列伝の最初である、白恵比寿列伝で、偽人であるはずの白恵比寿と宿人氏が餓死という惨めな死を遂げることに対しての疑問である。これは司馬遷自身が、李陵を弁護したという正しい行いをしておきながら、あという屈辱的な刑罰を受けたことに対しての悲痛な思いが根底にあると思われる。司馬遷が、史記を執筆した時代は、武帝により儒教が国教化されつつあった時代である。そのため、孔子については、書稿でないものの、余暇の中に書かれている。史記の記述は儒教一辺倒にならず他の思想も取り入れている。司馬遷自身は修科に最も高位的だとも言われている。これは、事実の追求という史書編纂の目的において生まれたことであろう。反身勢力の名目上の領袖であった忠師邸に矢を立てず、当時の実質的な支配者であった項羽に矢を立てていることや、露木先の傀儡であった恵み邸を矢から外して、露木先矢を立てていることも、こういった姿勢の表れと考えられる。叙述の対象は王侯が中心であるものの、民間の人物を取り上げた、遊興列伝や、華食列伝、暗殺者の伝記である、刺客列伝など、権力から距離を置いた人物についての記述も多い。また、武帝の外戚の間での醜い争いを描いた、義その竹安公列伝や、男色やおべっかで風紀を得た者たちの、あ、幸い列伝、法律に意をかざし人をあた、あ、列伝、逆に法律に照らし合わせて正しく人を導いた、純理列伝など、安易な英雄中心の歴史観に偏らない多様な視点も保たれている。さらに、漢の宿敵であった共同をはじめとする周辺騎馬民族や蛮族に対しても、当時の漢の価値観から論評することをあまりせず、基本的に事実のみを淡々と書くという態度で臨んでいる。儒教が主導権を握った後は、司馬遷のこうした姿勢はしばしば批判の対象とされた。例えば半武氏の漢書では、遊興や華食といった人物を史書で取り上げたことや儒教を軽視して修科に近い立場を取ったこと、劉の文心亜劉では、女性を亜に立てたことが非難されている。史記を一種の悪書とみなす視点はかなり早くからあったようで、前漢の茂帝の時代に来朝したそう、劉の木が、ふと近し交渉を求めたものの、ふと近し交渉には昔の合唱連行や剣棒十数のことが詳しく書かれており、
書校に読ませるべき本ではないという意見が出て、結局祖王の申し出は許可されなかったという逸話もある開きかっこ一閉じかっこ。また食館の衆は、司書の編纂は継書にのみ依拠すべきであるのに、式は諸子百科の説を用いたと非難すると、古史稿に十五編を著し、経典の諸説を順法して、式の誤謬を正すものとした。劉知己の、地下室古今正史編には、諸子次第において、古史稿は、式と並んで広く読まれていたと記されている。さらに後世において地下史観、式と、漢書の比較評論が、多くの知識人によって行われている。文学的価値。歴史叙述をするための簡潔で力強い書き方が評価され、文の聖なり、老将の兵を用いるがごとしと絶賛されたこともある。特に、講話は名文として広く知れ渡っている。文体は巻によって相当移動があることも指摘されており、白川姓は題材元の考説によって文体が相当左右されたのではないかと考えており、司馬遷自身の文学的才能には疑問を呈している。歴史学的価値。正史として歴史的な事件についての基本的な情報となるほか、細かな記述から当時の生活や習慣がわかる部分も多い。特に、書に記された内容は、前漢時代における世界観や政治経済、社会制度などについての重要な資料である。また、共同をはじめとする周辺異民族や聖域についての記述も、現在知られている地理や遺跡の発掘などから判明した当時の状況との整合性が高く、これらの地方の当時を知るための貴重な手がかりとなっている。また、新始めスベラニアにおける、始皇帝は自分の墓に地下衛兵三千人の人形を埋めたという記述についても、西安市の郊外の兵馬俑坑の発見で記述の正確さが証明されている。一方で、式作印画幣、竹書紀年などとの比較から年代矛盾などの問題点がたびたび指摘されている。例えば、呉の王家の領と阿波の世代間の家系譜など、宮崎子弟は、歴史を題材にした多くの講談といった語り物を司馬遷が重要な資料として取り入れていると指摘し、開きかっこに閉じかっこ、司馬遷について、前提を疑う理由があるとしている開きかっこさん閉じかっこ。小川寛喜は、司馬遷は、戦い国策等の記述をだいぶ参照しているであろう、とその著書で指摘し、開きかっこ4閉じかっこ、加藤透も司馬遷が記した戦国史中の兵力には多大に宣伝が入っているのではないかとしている開きかっこ5閉じかっこ。
それら講談から取材した記述と司馬遷自身の記述を見分ける術は我々にはない。いずれにせよ、司馬遷の仕事によって後世に史記に載録されている興味深い話の数々が残ったという事実のみがある。史記に現れる故事成語。以下は書室を突起しない限り、史記を原拠とするものである。王侯将曹伊豆郡祖師阿蘭や牧48、陳小由歌。唇破れて挟むし牧39、進む由歌、牧46、田高志中広由歌。書室は、春秋左伝阿寇五年。亜死して曹国にらる牧41、古史王侯遷由歌、牧92、順影侯列伝。書室は、官費氏内著説した。先んずれば人を制す牧七、侯は、小に小たり牧92、順影侯列伝。断じて行えば鬼神もこれを引く牧87、李氏列伝。知者も千両必ず一室あり。愚者も千両また一徳あり牧92、順影侯列伝。中言耳に逆らい、両役口に苦し牧55、止め侯由歌、牧108、順南侯山列伝。史記では、独訳。書室は、官費氏外除説左上。天童瀬可比可牧61、白恵比寿列伝、牧63、老子官費列伝。通り物言わざれどしたおのずから承継、小道をなす牧109、李将軍列伝。はかりごと、はかりごと追う医薬、医薬の中に巡らし、家中千里の外に決する牧130、ふと近し工事所。針量の電気で言及する者は、勘女牧40、針量伝。ヒップの言う、婦人の陣牧92、順影侯列伝。ヒップの言うの書室は、申し張り恵みを押した。むしろ後なるとも牛語となるなかれ牧69、祖神列伝。画心昇誕牧41、古史王侯遷由歌、昇誕のみ。画心昇誕は、18地下史略春秋など。勘アワビの交わり巻62、勘案列伝。書室は、列古力命。勘壁巻81、門廃少女列伝。大鳥門の開巻7、高羽は、巻8、高祖は、巻55、止め高油化、巻95、阿列伝。国士無双巻92、順影侯列伝。サタン巻9、ロフト木先や、巻10、高文や。
屍を鞭打つ巻66、五個あれ列伝。鹿を馬となす、馬鹿の語源という説がある巻6、新はじめスベラギア。四面祖か巻七、こうあ。シュチニクリン巻3、インア。巻123、ダイアテ列伝。書出は、完備し例えろう。草上の人巻39、進むよか。書出は、完備し外除雪左上。排水の人巻92、順影光列伝。書出は、イヤコ転換。噴景の交わり巻81、角灰少女列伝。巻89、張り耳賃余り列伝。巻92、順影光列伝。右に出ずるものなし巻104。脱宿列伝。流言肥後巻107、義祖の竹安光列伝。恨み骨髄に入る巻5、真亜。極学亜生巻121、純林列伝。死は己を知る者のために死す巻86、四角列伝。死ゆを消す巻七、こうあ。傍若無人巻86、四角列伝。満を持す巻41、腰を交戦ゆか。立水の血なし巻55、止めこうゆか。いっぱい、血に塗る巻8、こうそあ。百発百中巻4、まことあ。長ず飛ばず巻66、純雨列伝。内容。式の1ページ目。あ。大内容。一第一五手や五手や五手。二第二夏は夏は夏。三第三因は因は因。四第四誠は誠は誠。五第五心は心は心。六第六心はじめすべらぎや心はじめすべらぎや思考で。七大七幸運は幸運は功績。八大八幸座は幸座は流行。九大九ロフト木先やロフト木先やロ記事。十大十高文や高文や文帝。十一大十一高志慶や高志慶や慶帝。十二第十二高志武元木高志武元木武帝開き括弧六閉じ括弧。表。三大予表。十二諸公年表。六国年表。神祖これ再月表。環境以来諸公年表。高祖高神高社年表。恵み景観高社年表。剣元以来高社年表。剣元以来王子年表。環境以来正倉名神年表。書。霊書。楽書。律書。
小読み書、転換書、風前書、川挙書、平準書、余暇、大内容、31大礼1不と悪余暇くれ不と悪余暇くれ、32大礼に歳不と高余暇等し不と高余暇等し、33大礼三老誠高余暇老誠高余暇老、34大礼四炎症高余暇炎症高余暇炎、35大礼五関西余暇関西余暇関宿戦祭僧、36大礼六鎮阿余暇鎮阿余暇鎮阿、37大礼七栄光宿余暇栄光宿余暇栄、38大礼八装備子余暇装備子余暇僧、39大礼九阿余暇進む余暇進む、40大十素余暇素余暇素、41大11腰を高余暇腰を高専余暇高専、42大12点余暇点余暇点、43大13長余暇長余暇長、44大14義余暇義余暇義、45大15間余暇間余暇間、46大16田高志中広志余暇田高志中広志余暇田等し、47大17孔子余暇孔子余暇孔子、48大18鎮余暇鎮正余暇鎮正五披露、49大19外籍余暇外籍余暇外籍について、50大20祖元大余暇祖元大余暇流行流亡の血族で王侯に封じられたものについて、51大21茨園余暇茨園余暇流下流沢、52大22斎藤恵み王余暇等しと恵み王余暇流越え漢の諸侯王としての等しについて、53大23小僧国余暇小小国余暇小何、54大24僧小国余暇僧小国余暇僧三、55大25止め高余暇止め高余暇張り領、56大16鎮阿余暇鎮阿余暇鎮平、57大27孔誠没余暇孔誠没余暇誠没、58大28張り高志王余暇張り高志王余暇流部漢の諸侯王としての張りについて、59大29五州余暇五州余暇慶帝の子について、60大33王余家三王余暇武帝の子劉劉明劉亜について、列伝大内容061大礼1白恵比寿列伝白恵比寿列伝白恵比寿祝等し、062大礼に関安列伝関安列伝関恵比寿あれ、あげえ。063大礼3老子関比列伝老子関比列伝老子関比。
064第04芝城は列伝芝城は列伝芝城は065第05孫国列伝孫国歴列伝孫部孫国歴066第06五個は列伝五個は列伝五院067第07中浜弟子列伝中浜弟子列伝は名門重徹た77人068第08将軍列伝将軍列伝書は069第09祖神列伝祖神列伝祖神070第10長儀列伝張儀列伝長儀071第11長里子浜茂列伝長里子浜茂列伝長里山浜茂072第12上皇列伝上皇列伝儀073第13白木王列伝白木王列伝白木王074第14孟子屋強烈伝孟子屋強烈伝孟子順子075第15はじめ正君列伝はじめ正君列伝はじめ正君076第16平原君恐れ強烈伝平原君恐れ強烈伝平原君恐れ強077第17義孔子列伝義孔子列伝信良君078第18春猿君列伝春猿君列伝春猿君079第19は斎沢列伝は斎沢列伝は斎沢080第20楽武士列伝楽武士列伝楽武士081第21角牌少女列伝角牌少女列伝角牌非少女長者李巻082第22た列伝た人へ列伝た人へ王083第23路中れは用列伝路中れは用列伝路中れんあよう084第24くんはらかせい列伝くんはらかせい列伝くんひらかよしみ085第25六は列伝六は列伝六は086第26四角列伝四角列伝奏戦書余剰城祭りごと茨087第27利子列伝利子列伝利子088第28モア列伝モア列伝モア089第19長ミミチンア列伝ハリミミチンあまり列伝長ミミチンあまり090第30義表法古詩列伝義表法古詩列伝義表法古詩091第31ゲイヌの列伝ゲイヌの列伝エイヌの092第32純影光列伝純影光列伝関心093第33関心路列伝関心路列伝関方針路094第34た列伝た列伝た095第35あ関列伝あ関列伝あ
小、夏光栄、寛永。096第36調和列伝張り屋列伝調和を。097第37聖陸化列伝聖陸化列伝食その陸化。098第38不しげる列伝不しげる列伝不広し、あ、まこと。099第39竜高し宿孫通列伝竜高し宿孫通列伝竜高し宿孫通。100第40絹の乱布の列伝絹の乱布の列伝絹の乱布の。101第41円作列伝円作列伝円作。102第42調和これやもろこし列伝張り尺これやもろこし列伝長尺これあもろこし。103第43よろずい市長祝列伝よろずい市長祝列伝石粉針を。104第44多祝列伝多祝列伝多祝。105第45変かささぎくら高列伝変かささぎくら高列伝変かささぎ太くら高。106第46王列伝後王列伝流。107第47義その打列伝義その竹安高列伝和へ、た。108第48官庁和列伝官庁和列伝官安国。109第49里将軍列伝里将軍列伝里広。110第50郷土列伝郷土列伝郷土中行説。111第51英将軍秋列伝英将軍秋列伝英青阿古病。112第52平津公主父列伝平津公主父列伝公孫広む、おもちちえん。113第53南越列伝南越列伝南越。114第54東腰列伝東腰列伝東腰。腰、東屋。115第55朝鮮列伝朝鮮列伝英氏朝鮮。116第56西南恵比寿列伝西南恵比寿列伝夜ローなど。117第57芝少女列伝芝少女列伝芝少女。118第58順南高山列伝順南高山列伝順南王流安。119第59順里列伝順里列伝孫宿は子さん高義久石社リリ。120第69帝列伝宮帝列伝宮帝当時。121第61樹林列伝樹林列伝東中女花安国など。122第62夜列伝は列伝当時厳しく法を適用して民を治めた人々。幸福と、安しりしげる、誠ようよし、長雨、張りゆ、義欲しいまま、王厚し所、
陰ひとし、陽極、芸仙、とまこと。123第63第当て列伝第当て列伝第当て、フェルガナ。124第64列伝は強烈伝は結果、田中、王侯、劇はじめ、各界。125第65は幸い列伝は幸い列伝は図、緩和は、離縁年。126第66滑稽列伝滑稽列伝10、優はじめ、優、西門標。127第67日車列伝、牧者柴清も。128第18作列伝、亀作列伝、占いの方法について。129第69、可食列伝、可食列伝は頻度について、ああ、小蜜が頻度としても成功した逸話を記述。130第70太刺工事女芝線の自伝。主な注釈。宋の阿は馬編に陰による四季集会。諸越の芝定による四季作陰。諸越の張り守る説による四季正義。明の料理とけな高し線。李光や造語の四季評林配分。四季本編。三ツ矢中のほか、承知の解説を合わせたもの。日本の滝川氏ことによる四季海中交渉。なお、四季集会、四季作陰、四季正義の三本の注釈書を合わせて、三ツ矢中という。日本における四季の需要。四季の伝来時期は正確には判明していないようであるが、聖徳太子の17条憲法の転居の一つとして、四季を挙げる見解がある開きかっこ七とじかっこ。日本における四季の需要に関連する事跡を以下に例示する。奈良時代。俗日本紀末29。神後慶久母2年。768年9月11日の上に、日向国見焼郡の人、大友人駅亀の赤い白亀を随長として献上した旨の記事がある。その際、人駅は上層文において、四季巻128、作列伝の、神は天下の宝なり以下の下りを引用している。また、俗日本紀末30、神後慶久母3年、769年10月10日の上に、正の昇天皇が太宰府の、ふくらは丹田五経を蓄えるのみ、いまだ三地下し、四季、感情、五感所の正本あらず。少量の人、その道広からず。伏して行楽は、阿生近し、各一本を当て館内に伝習し、いて学業を高山との性に応じて、四季から、
進む書までの歴代正史を可視した旨の記事がある。平安時代、国宝式高文屋大住東北大学所蔵開き括弧八閉じ括弧。平安時代には孔子の各蔵書目録に式が現れた。藤原佑代が奉勅して寛平年間889年-897年に制した開き括弧九閉じ括弧。日本国未在書目録に、式八十巻、あ、集会が記載されている。なお藤原通賢、新税の通賢入道蔵書目録にも司書の一つとして、式作院上秩七巻、中秩十巻、下秩九巻が挙げられている。さらに、清少納言は、枕草子で、文は文集。文選。神父。式御帝や、願文。経。博士の後述べている。他方、紫式部は、源氏物語で152かところにわたり中国史文を引用し、うち14かところで、式を用いている開き括弧十閉じ括弧。例えば、藤壺院が自身に降りかかる難を避けるべく出家を決意する場面で、流亡の長飛、赤婦人の人の逸話を藤壺院に連想させている。第十条、元気。また、貴殿道の宗家とされた大江氏では、あ、集会をもとにした円球典に基づく訓典本が記された。南北朝時代。太平記における中国古事の引用は62例あり、うち30話は、式を源泉とする説話である開き括弧11閉じ括弧。太平記には五越、蘇韓の工房に取材した部分が多く、主に今28、韓蘇千古れこと月吉野殿日茂る臨時ことでは、式巻七、高羅を中心にして再構成した蘇韓の戦いの描写に約9000字を費やしている。室町時代、上杉謙実が文安3年、1446年に足利学校の学正しを定めて、三中殿四書殿六教、列、章、老、式、文選の外は学校において構図べからずとした開き括弧十二閉じ括弧。江戸時代。元和2年、1616年10月、徳川家康が早奥の文庫に暮らしていた図書が家康の遺命により江戸城内、富士見の邸の文庫に一部移転された。その引き継ぎ目録を本日記に、式43冊、式章14冊が見える開き括弧13閉じ括弧。また、徳川光圀が18歳の時に、式巻61、
白エビス列伝を読んで感動したとの逸話が、光圀の伝記、義交話などに記されている。光圀らが編纂した、第日本地下史は、史記と同様の紀伝からだの史書である。なお、天皇が持続に、史記を信仰させた記録が各時代の資料に散見される。また、日本に現存する最古の史記は、南宋時代に出版されて日本に渡ったとされる宋版本である。1195年から1201年に建安、現在の福建省で刊行され、建安期吉岡スラッシュ内宿これ高史室と刊記が残っている。妙心寺の僧侶である南家が所有していたが、直江眷属に譲り、その後米沢藩藩校、京城館で保管されていたものであり、相番、勘定、御勘書とともに現在は国宝となり国立歴史民俗博物館で保管されている。主な刊行、現代語分け、史記、全十五巻、吉田健康、水沢立忠、青木五郎ほか薬中、明治書院、新釈漢文体系、1973年から2014年、史記、あ、四季、余歌、全二巻、明治書院、新書漢文体系、2003-2006年。四季、列伝、全五巻、道場、2002-2003年、2014-2017年、3-5巻。新書、抜粋版。史記中国古典選和見智義、田中健二編分け、解説、朝日新聞社、朝日青書、新版全3巻、抜粋版、1996年。米印以下は現代語分けのみ。史記、全三巻、野口貞雄、近藤光雄、来江思光富、吉田光邦訳。平凡社、中国古典文学体系、1971年、復刊1994年。中国の古典シリーズ、普及版、1973年。史記列伝野口貞雄分け、平凡社ライブラリー、全三巻、2010-2011年。史記、全八巻、小竹文雄、小竹武雄分け、千曲書房、千曲学芸文庫、1995年。旧版、千曲世界文学体系 6.7 式千曲書房、1971年ほか。史記列伝、前後巻、小川寛喜、今高信、福島義彦を分け、岩波文庫、同ワイド版、
2015-2016 年旧版世界古典文学全集20柴千畜馬書房1969年ほか四季岡前三巻小川寛喜今隆信福島義彦を分け岩波文庫四季列伝前二巻貝塚茂樹川勝義彦を分け中央公論新社中高クラシックス2001年旧版世界の名著11柴千貝塚茂樹責任編集中央公論社抜粋版関連項目歴史書一覧序幅四季横山光輝の漫画平成元号の由来は四季御殿屋の内平外茂内平かに外なる諸兵偽古文章書代有あの地平転生地平化に転なるから関連文献大木口開き14閉じ四季と漢書中国文化のバロメーター岩波書店書物誕生新しい古典入門2008年1978-4-00-002823-3 注釈アクサンシルコンフレックス感情千本録王伝アクサンシルコンフレックス四季を語る P.177 アクサンシルコンフレックス四季を語る P.113 アクサンシルコンフレックス四季列伝解説アクサンシルコンフレックス渡辺義弘もファミ通の三国志特集にて縁起がおよそ10倍の誇張をしていたのをもとに、どの時代もそんなものだったとしている。アクサンシルコンフレックス原稿の、高志竹本木は柴千の手によるものではない。ふと近し工事所によれば、柴千の手による、金城和が存在していたことはわかるが、早くに亡和している。原稿の和は前漢の小孫が補作したものとも言われるが、内容が、風前書の大部分をそのまま再録したものであり、小孫の補作ですらないとする見解。清志の銭ダイヤもある。アクサンシルコンフレックス岡田正幸、近江奈良朝の漢文学に16ページ、62ページ、守のぼる社、1946年。アクサンシルコンフレックス指定文化財パイプ国宝パイプ式高文屋第10、宮城県。アクサンシルコンフレックス、日本国未在所目録の戦術時期は未確定だが、本校では大場治、古代中世における日中関係史の研究299ページ、同校舎出版、1996年を参照。
アクサンシルコンフレックス中精神現象編日中文化交流地下思想書第6巻文学207ページ大衆館書店1995年の算出方法によるアクサンシルコンフレックス増田金太平記の比較文学的研究112ページ-125ページ角川書店1976年の算出方法によるまた太平記明段の古図書は西源印本に基づくなお例えば祖官の工房が平家物語平治物語源平盛衰記で紹介されているように主樹の軍記物語が式に見える説話を用いているしかし式のテキストとの比較によりこれらの軍記物語と式との直接的関連を否定するのが通説間と見解のようである増田前景書207ページ以降平家物語につき山下博明編軍記文学研究総書後平家物語の生成129ページ旧古書院1997年アクサンシルコンフレックス川瀬中馬足利学校の研究32ページ講談社1974年もっとも式は足利学校で教材とされる唯一の司書であり続けたわけではなく享保13年1728年の蔵書目録には領官序通過紙などが見える同書167ページ-253ページなお三中雨とは古中雨を求む戦時文中恵比寿祖師中を言うアクサンシルコンフレックス福井守紅葉山文庫39ページ合学者1980年アクサンシルコンフレックス大木講話家解説で芝宣言大語話形式千曲書房千曲新書2011年がある。外部リンク。中国語版ウィキソース日本記事に関連した原文があります。式。ウィキポートに芝宣に関する引用句集があります。国学ネットア限定報告。一巻スラッシュ御殿屋第1-130巻スラッシュ列伝70ふと地下思考事情漢体字中国語式集会式作員式正義の式三代注釈書の中記が併記されている式シゲルカラダジ中国語カテゴリー新刊の書籍紀元前一世紀の書籍紀元前一世紀の歴史書全巻式案内メニューログインしていませんトーク投稿記録アカウント作成
ログイン、ページ、ノート、閲覧、編集、履歴表示、検索、メインページ、コミュニティ、ポータル、最近の出来事、新しいページ、最近の更新、お任せ表示、練習用ページ、アップロード、ウィキメディア、コモンズ、ヘルプ、ヘルプ、井戸端、お知らせ、バグの報告、寄付、ウィキペディアに関するお問い合わせ、ツール、リンク元、関連ページの更新状況、ファイルをアップロード、特別ページ、この版への固定リンク、ページ情報、ウィキデータ項目、このページを引用、印刷スラッシュ書き出し、ブックの新規作成、PDF 形式でダウンロード、印刷用バージョン、他のプロジェクト、ウィキソース、他言語版、ウィティナ、イングリッシュ、エスパノ、バハサインダンエシャ、ポルトガズ、中文、リンクを編集、最終更新2019年3月12日、日12時55分、日時は個人設定で未設定ならば薄い。テキストはクリエイティブ、コモンズ表示配分継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。プライバシー、ポリシー、ウィキペディアについて、免責事項、開発者、クッキーに関する税名、モバイルビュー、ウィキメディアファウンデーション、パワードバイメダイアイキ、トトス、スラッシュスラッシュ JA.wikipedia.org